ハンブルクエスバーン。ハンブルクエスバーンは、ドイツハンブルク都市圏における都市高速鉄道網、エスバーンの名称である。ユーバーンやアクン鉄道などと共に、ハンブルクとその周辺部の公共鉄道網を構成している。1906年に、客車列車の近郊路線として開業し、1907年の電化で電車運転を開始、1934年より、 S バーンの故障を導入した。電化方式は直流 1200V の第三基乗方式が基本だが、2008年の S3 系統の延伸海洋区間では、一般鉄道と同じ交流 15000V16.7Hz の架有電車線方式が採用されている。ハンブルク S バーンは、ドイツ鉄道の子会社である、ハンブルク S バーン社によって運行されている。 現在は1997年に設立された DB レニオノレトが直接責任義務を負っている。従業員数は1100人で、他に清掃など子会社の従業員が300人いる。ハンブルクの S バーンのシンボルマークは2007年まで、他のドイツの大都市と異なり赤をベースにしたものが使用されていた。ハンブルク S バーンは1906年にプロシア鉄道省によって、ハンブルグ。 アルトネアシタと、運とボーロートバンとして、アルトナ郊外のブランケネン税、アルトナ、ハンブルクを結んで、蒸気機関車牽引員の客車列車によって開業している。翌年の1907年10月1日より、電化により最初の電車が走った。1908年1月29日より、ブランケネンウォールスドルフ間で電車が導入されている。その後、運営主体の変化や、 路線の拡張などが行われた。ベルリンでは1924年に環状線と郊外線が開業し、1930年には都市高速鉄道号の略称である S バーンの名称が作られ使用されるが、1934年からはハンブルクでもドイツ帝国鉄道がンブルクアルトナ都市郊外鉄道の路線で S バーンの名称の使用を開始している。また、 1930年代に入り開業から30年間が経過し新しい鉄道インフラの導入の必要性が出てきた。ベルリンエスバーンでは1924年より電化が進行しているが第3基準方式による直流電化方式 750V が採用された。当時のドイツ帝国鉄道は加速を改善するため交流電化方式を廃止ハンブルク S バーンではベルリンと 同方式で電圧は直流電化方式の 1200V を採用すること決めた。電化方式が異なるため現在でもベルリン S バーンとハンブルク S バーンの車両には互換性がない。最初の直流電車 ED171 系、あとの471系が1939年に配備され、1940年7月に本格的な運用が開始されたが、 第二次世界大戦の影響により、交流電車はその後も併用され、1955年まで残っていた。ハンブルク S バーンは1950年代、1960年代を通じて拡張が行われ、郊外へ路線網が広がっていった。1965年にハンブルク運輸連合が発足すると、U ーバーンや路線バス網などと統合された、運賃体系や、 運行体系が整備され1967年からは S1S6 の系統番号が整備された。1970年代から1980年代にかけては、郊外部への路線や中心部の地下区間がさらに整備されていった。2007年に開業した S3 の延伸区間、ノイグラーベンシターで間は架空電車線方式が採用され、 再び交流電化方式が使われることになり、474型電車の副電圧対応車が登場している。2008年には、ハンブルク空港への路線が開業した。なお、2001年まで、ハンブルクエスバーンでは、都市鉄道としては珍しく2クラス制で、1等車は2等車より50%割増しの、運賃が必要であった。全6系統、S1、 S21, S3, S31 の主要4系統と S11, S2 のピーク時のみ運行の2系統からなる。1桁の系統はユングフェルンシティーク駅などのある中心部の近く間を経、2桁の系統はダムトア駅などのあるバービンデュングスバーンを経由する。ハンブルク S バーンでは3両1編成の電車が使用されており、 平結値6両編成での運用や最大3編成9両で運用されている。電気方式は第3基上方式が採用されているが、一部架空線電区間に対応した編成も使われている。現在運用されている472型と474型はそれぞれ異なった系統で使用されている。474型は S1、S11、S3、 S31、472型は S2、S21 の系統で運用されている。S3 がステードへ延伸されたことにより、新しい副電圧車が配置されている。副電圧車は474.3型に区分され、終電装置が中間車に追加され、交流電化15、KV の架空線電化区間に対応している。474型電車導入時は、 ハンブルク S バーンの以前の塗装であるベージュにマリンブルーの配色であったが交通赤色と呼ばれるドイツの S バーン車両の標準色に変わっている。472型も登場時は以前の S バーンの塗装であった。現在ではベルリン S バーンのみ独自の塗装を採用している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。